静かで頑張りたいと思います。静かに VT とかって言っといて、まとまり角は開いてんのに来ないっていうね。コードギアス取ったけど、コードギアス取ったけど、やっつけました。長かった、めちゃくちゃ長かった。500手前くらいですかね。おー、いいね、これいけんじゃない。おー、いいよいいよ、やったありがとダメだよ。あ、いいよ、東堂さん合流です。2000枚いったらとりあえずランちゃん超えるんですよね。よっしゃ頑張る。これの357でゼロレクイエムに行きやすいから、3回目でいきなりスザク登場してほしいな。そしたらなんか私今日2000枚いける気がする。はい、あー微妙、ジノさん微妙だわ。いい、おー、いいよ、とりあえず最悪緑まで持っていければどうにかなるかな。おお、いいね、緑はいけそう。あー、いいよ、あー、ルルじゃん。あー、緑いった、 あと1個、あー、追撃ないかな。トゥードゥだわ、弱いよ。おお、いいよいいよいいよ、追撃いいよ、赤いける、わあ、ブルッター、ブルりましたね、ブルりました、やった。え、めっちゃホールドって書いてるけどもうないけどねいや、よかった、とりあえず継続。でもやばいやばいやばい、ちょっと溜めないと溜めないと、おやばいやん、これおやばいですね。おい、ジノやん、これは
あ、結構大きめやけどもうないからな。あ、いいよ、いいよ、3つ行こう、3つまで追撃行こう。ない、いやー、これはちょっと、やっぱあかんよな。あ、かわいいやつ。あー、復活ない、2連か。お前もこんなんばっかりやってんな。ちょっとね、あの、私はやっぱりもうここまで来たら激しい対応狙いたいので、南国物語か、うわ、いや、だってもう雪なんやばいって。もっと見たいでしょ、私の何、ここ隠したらどうなるのよ、私の何かな番組でございます。いや、ならせいいや、ちょっともう違う人になっちゃったし、髪の毛切って、いやー、こんな大きくポスターとして出されるとちょっと照れますね。ここだったらいいか、これだと567まで踏む、南国打ちます。はい、それでは2代目南国物語で頑張ります。もうこの子に全てをかけて、吸引告知ですね、吸引告知、一度当たりを引きまして、この第505回転でレギュラーを引いて、それでまあやめられたと。台を七瀬が後を引き継いで頑張って打っていきます。雪なんと、仕事じゃない日に一回だけ打ちに行ったことがあるんですけど、その時もまあ全然ダメ で、一緒の仕事をさせていただく時もまあ全然ダメで、ゆきなんと一緒に仕事すると、ゆきなと一緒に、まあ、打ちに行ったりとか、打つと別に相澤さんのせいとか何人一つ言ってないですよ。あんまり相性が良くないのかなと。あ、別に相澤さんが悪いとは言ってない、ただ相性が良くないのかなと、ね、まあ、まだ始まったところなので、エンディングっていうか終わった時の結果でもしかしたら変わってるかもしれないですね。何、北斗とかじゃない、北斗じゃない、ここでもない、バラエティか、え、嘘、南国物語。マジで、え、なんで南国物語、チャオチャオ、何しに来たの。びっくりした、な、南国物語打つと思ってなかった。え、やめたの、こういう時やつ、え、横座ろうかな。空いてるよ、ほんとなんかあれだね、あの、国民的アイドルって感じだね。でしょ、アイドルっぽいっしょ、キャラはアイドルじゃないけどな、うん、ちょっとなんかやって、なんかちょ、このさ、この旗だね、うまく使って、やって、うまく使って、ちょっとこれを強調しながら、これ強調しててめっちゃ難しくない？うん、
ました。なんだよ今の顔。アイドルといえばウィンクだもんね。でしょ、ウィンクできるの。ナラス。ちょっと待って、何それ。いくよ、これぞアイドルっていうのね。いきますよ。ねえ、振ったからね、自分で。はぁ、芸人だわ。シャララララ、シャララララ、はぁ、シャララララ、芸人だわ。シャララララ。アイドルじゃねえ、芸人だわ今の。どう、芸人、芸人、芸人。いや今日は JB アイドル。何言わの、芸人じゃん。頑張ろう。あと何もかな。回さない、そんなに回さない。あ、私ですか。え、今日もうやめないですよ。南国まで行っちゃいますね。南国行けるよっていうぐらいは頑張ります。そう、40分なったら、じゃあカメラにリアクションだけして、おーで、すいませんみたいな感じでいいんですかね。それでいいかな。 OK、 分かりました。びっくりした。レギュラーボーナスけど、噛んだ、レギュラーボーナスですけど、びっくりしすぎて当たりました。早かった248。ほら、そんな南国までは回さないですよって言ったじゃないですか。でも投資の方が今でなんと1500枚。だからこの後すぐピックを引いて1500枚出せば持ち玉はできるわ、あ、投資はストップするわ、でもほぼプラマイゼロでしょ。で、交換できるようにあとは頑張って残す作業をすればいい。さっきのはでもサプライズ告知というだけあって、本当にサプライズな当たり方だったな。タイミングが良かった。さあ、レギュラーチャンス、レギュラーボーナスが終わりまして、この後32ゲーム間の間にピックを引きます。今回はダメでした。安心してください、すぐに当てますんで。少々ランプ告知に変えました。華やかにちょっと行きたいなと思いまして。うわっ、よかった。やった、まさかでした。レギュラーです。でも早かったです、118。追加投資しようかなと考えた時に光ってくれました。光ってくれたっていう表現は間違ってるかな、まあ、ライトがついたので光るってことですけど、飛んでくれた、なんだろう、飛ばせれた、飛んだ、待ってくれた、なんかね、飛んだなら、蝶が飛んだ、これでいきます。意外に普通っていう。そんな無駄話をしていましたら、レギュラーはこれの台、本日3回目ビッグゼロでございます。ここ2ゲーム、どうかな。三日月、
飛んでくれたらボーナスです。なぜレギュラーでもビッグが最低でも5あれば1000枚出るかな。やっぱオケドケは朝一から続くとすごいな。っていうかね、もうマジでね、空き台がないよ。わあ、マジハロも出てる。マジハロも好きなんだけどな。あ、開いたんじゃね、開いたんじゃね、開いたけど、開いたけど5400分の1ってちょっとやべえな。まあでも台ないからとりあえず1でも機械割り98ぐらいでしょ。タイミングよくビッグ引けたら出るからとりあえずちょっと打ってみる。花火に移動してきましたけど、花火でも2000枚ぐらい出るんだよ。出るんだけど、本当に台が空いてなくて、今ちょうど空いた台をパッて取ったんだけど、今ビッグ1回レギュラー1回合算400分の1です。やばめだよね。ちょっとやばめだけど、まだそんな回ってないから、言ってそんな回ってないからまだわかんないし、最近は花火にねよく私は助けられてるから、今日もどんちゃんが助けてくれると信じて花火を打っていきたいと思います。あ、これはまさかの当たった。当たったよ。今何回転した？4回転ぐらいかな。当たったよ。え、めっちゃ嬉しい。あー、どっちですかな。あー、レギュラーかな。レギュラーでした。まあいいよ、当たればいいよ、当たればいいよ、当たることが大事だからね。ナイス、よかった、助かりました。ビッグ2回目。嘘、ちょっとこの花火やばそうなんだよな、マジで。行こうかな、どうしようかな、行こう、おい、行こう。担当版、皆さん見ていただいていますか。ジャンマリドット TV 全面協力のもと、プレイヤーがして得する楽しめる情報を配信中。ぜひお近くのホールでゲットしてくださいね。ねえ、次郎くん、めっちゃためになる。